東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。合谷の次に陽気というツボがあります。陽気は4番目の五陽血の中が経血ですから、このツボの五行の属性では火になります。大腸系は五行の属性は金ですから、金に対しては火というのは金を抑制するという役割になっています。ですから大腸の気行き過ぎな場合は、これを抑制するためにこの陽気というツボをよく使ったりします。この大腸の気は行き過ぎかどうかというのは、簡単に判断する方法としては脈を見ることです。大腸系の脈というのは右手のところにありますので、右手の寸部のところを見てみて、ここの脈の状態どうなっているか、行き過ぎって場合は、まあ、大腸の気がちょっと強すぎるということですので、その場合はこの陽気というツボを刺激してあげると非常に有効です。時間三寒と名前なんですけども、時間と別名寒国、寒って関節の寒で、国って谷で、三寒の別名は小国、少ない谷。この時間三寒五国までは全部谷という漢字がついています。木が谷の中通っているということをイメージしています。その谷の中流れているこの木は陽気のところに来て、今度渓谷に入るという感じです。ここからこの木が上に上がってきて、今度遍歴という壺に入ります。遍歴というのは、まあ、よそに走るという意味です。これ遍歴は大腸系と肺系の絡血、肺系と大腸系の絡血はこれ裂血となりますけれども、今度大腸系と肺系の絡血はこの遍歴にあたります。場所っていうのは大体この裂血の上です。大腸系の気が今度逆に肺系の中に入っていくという気もあります。陰の気と陽の気では常につながっているわけです。で、陰の気多すぎる場合は陽の気の中に入ってきて、逆に陽の気多すぎる場合は陰の気の中に入っていって、その量を調節したりするということができます。その時に主に使うのはこの絡血です。大腸系の気を調節する時に、この隣の肺系の気から調達したり、肺系の中に逃がしたりするという時にこの絡血よく使います。大腸系の実症の時にも使えますし、虚症の時にも使えます。だからいろんな大腸系の症状ある時にこの遍歴というツボを活用できます。歯の痛みとか耳鳴りとか頭痛とか便秘とか下痢とか、そういった症状の時に遍歴活用することができます。遍歴は手首から3寸のところです。その上にさらに2寸、つまり手首から5寸のところに温流というツボがあります。温流というのはこの大腸系の激血で、激血の役割というのは急に発症した症状 の時にこの激血使うと非常に効果的です。陰気の激血の場合は血液の病気の時によく使います。それに対して陽気の激血の場合は気の病気の時によく使います。体調系急に炎症起きたりとか、急に痛くなったりとか、急に詰まったりするとか、気の異変が起きる時にこの激血よく使います。温流から上に一寸ずつ下連、上連、手三里という連続して3つの経血があります。温流から上のこの前腕の前の外側です。頭骨の外側の筋肉の間の隙間の中に、胃腸が良くない方っていうのはこういった下連、上連、手三里のところをよく詰まったりはします。腸の機能が弱い、下痢がよくあるとか、お腹痛いとか、便秘があるとか、そういった場合はこういったところをよくほぐしてあげる必要はあります。上連下連っていうのは乳がんとか乳腺炎の治療の時にもよく使うらしいんです。大腸系の軽蔑、胸の中に入っていくわけですから、ただ大腸系の軽蔑の滞りによってできている乳腺炎とか乳がんの場合はこの下連上連を使います。極地から2寸の手三里なんですけども、ぎっくり腰の特効血としてよく使います。急にぎっくり腰になって腰が動けなくなった場合はこの手三里
刺激しながら腰を軽く動かしてあげると、まあ、だんだんぎっくり腰治っていきます。この大腸系首のところに通りますので、大腸系が詰まっているために起きている人に近いの場合はこの低酸離を使うと治りが早いです。低酸離の上に肘の線の下、これ前腕の前の外側なんですけども、極地というツボがあります。で、極地のツボって曲がっているところに行けっていう意味なんですけども、五葉穴通って大腸系の気一気にここで集まるっていう感じです。ここのツボってのは五葉穴の最後の五穴にあたります。五行の気っていうのは銅になります。で、大腸系の五行の気、五行の属性は金ですから、金に対する銅っていうのは銅性金っていう関係で、大腸系の親母穴という役割となっています。だから母穴ですから、大腸系の金の気が弱い時に補うためにこの母穴使うと非常に効果的です。大腸系と背景というのは表裏の関係で全部同じ金の属性となっていますので、背景の金の気が弱い時にこの大腸系の母穴使うと、陰の気が弱い時に陽のこの母穴使うと補うという効果、さらに効果的です。で、そのためにこの極地というツボっていうのは上半身の皮膚かゆい時に使うと非常に効果的です。要は皮膚では肺ですから、皮膚がかゆいというのは肺の気が乱れて肺の筋の気が弱くなっているということを意味しますので、この時に母穴の極地を使うとこの筋の気を補って乱れを整えてあげるという意味では非常に有効です。で、その場合はこの極地と合谷とセットで、合谷は全身の気を動かすというツボとして有名ですので、まあ、全身の気の乱れがあるときに合谷を使って、上半身のかゆみがあるときに極地を使って、大腸系とか肺系とかこの筋の気が弱いときに起きたいろんな症状は全部この極地を使います。あと、この極地は物理的に肘よく曲がるところですので、曲がるとこの筋肉よく使うんです。そういったところ滞りしやすい極地と、あと背景の極地のちょっと反対側にある尺卓というツボなんですけども、こういったところでよく滞りやすいところでもあります。普段こういうところで押すと激痛という方非常に多いです。テニス肘とか肘の前の部分です。この痛みの時にだいたい背景とか大腸器が詰まっている時に起きた症状ですので、この場合は筋集結近くで取るというツボとして尺卓とかこの極地をよく使います。極地の上に中梁というツボもあります。中梁のツボもテニス肘の時によく使います。極地の上に中梁、あとは手のゴリ、比寿というツボがあります。比寿というツボの場合はこの三角筋の下のところにありますので、三角筋もこの大腸の頸筋の一部ではあります。三角筋硬くなったりするということで起きている肩の痛みの場合はこの比寿というツボをよく使います。で、あと比寿の上に肩の真横より前のくぼみがあります。肩宮というツボ、五十肩の時によくこういうところ痛いという方は非常に多いです。大腸系の五十肩の場合は腕を前に上げることはできなくなります。肩宮のあたり、筋肉骨のこの隙間の中にはまってなくてはみ出たりする可能性があります。こういったところを針で刺激したり手で刺激したり治療時によく使います。あと、この肩宮っていうのは腰動脈こうも通ります。ですから半身不随の場合は肩腕上がらないっていう症状がある場合はこの肩宮というツボをよく使います。肩宮の上にさらに肩の中に入っていきますけども、鎖骨と肩甲骨の肩甲棘と突き当たっているところに股骨というツボがあります。肩こりの人っていうのはほぼ間違いなくこういうところを押すと激痛です。こういったところを滞りやすいところでもありますので、普段自分でチェックして緩めてあげた方がいいです。この股骨の上に首の横通る天帝と腹突というツボがあります。この天帝と腹突は胸鎖乳突筋挟んで前と後ろ位置しているわけです。横に頸椎があります。頸椎の凹凸のところに当たります。
頸椎の凹凸のところから出てきているこの筋肉、膠着したりすると頸椎がずれたりします。首の真横のところ手で押すと非常に痛いという方結構多いです。首こりっていう症状がある方というのはこういったところをよくチェックしてあげてください。大腸で聞くこの首の横を通るわけですから、首の横点々とかフロスあたり硬直して痛い場合は腸の動きも鈍くなります。便秘の方この首の横を押すと痛いという方は非常に多いです。なぜかというと大腸の気がここに詰まってて下の方に下がっていかない。便秘の解消の時にこういった首の横のとどこりも解消してあげる必要があります。で実際施術の時に首の横のとどこりをほぐしてあげて痛みを取ってあげると腸の動き非常に活発になってきます。ギョロギョロ動き出します、ね、ここの凹凸のところの筋肉強く引っ張っている場合だとすると喉を圧迫しますので、そうすると喉の痛みがあったり喉腫れたりすると症状があります。だから喉の痛みと腫れの場合はここの点々太つあたりをチェックしてあげて痛いかどうかで、痛いでしたら緩めてあげると喉の痛み、咳とかそういった症状も収まります。だから喉腫れてて痛くて発声できない、声出せなくなる場合はここをチェックしてあげた方がいいです。今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったらこの講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。